ました、モンスターション TV。 元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあれだわ。イングスラッシュでやっていきましょう。今回はですけども、麦わらの一味がまさかのトータルバウンティ100億を超えてくるのではないかという件についてお話をしていきたいなと思います。いやいや、ジョンさん、冒頭から申し訳ないですけども、トータルバウンティ100億って、そりゃいくらなんでもねえだろうよ。マジインガザラシっすよって思うぞ、このウルジスト諸君。わかります、確かに普通に考えていけばトータルバウンティ100億を超えてくるってことは、一人一人の懸賞金は10億超えっていう風になってきますからね。ちょっとそれはいくらなんでもって思うかもしれませんけども、これガチであるんじゃないかと思います。まあこれについてはね、後ほどお話をしていきたいなと思いますけども、一つここでみんなにお願いをさせてほしいなと思います。実はですけども、今チャンネル登録が35万人に来たわけでございます。ここから50万人っていうところまで一気にかっ飛ばしていきたいなというふうに思ってるんですよ。それというのが、先日軽くお話をしたんですけども、50万人のタイミングで感謝の宴をやっていきたいなと。これというのが、まあ、ざっくり言えばオフ会でございます。だけども、まあ、せっかくねやるのであれば、えげつないのをやりたいなと。なんかみんなと一緒に作っていくのがこのモンスターズジョン TV だからこそ、みんなを巻き込んでめちゃくちゃ面白いのをこの50万人のタイミングでやりたいなというふうに思ってるんですね。で、なぜ50万人なのかというと、まあ、期間がそれには必要だなと。もう僕の中でこういう風にしたいっていうのは、イメージはあります。だけどもそれを具現化していくとなると、少し時間がかかるからこそ、この50万人っていうタイミングが一番綺麗な感じになるのかなっていう風に思ってるんですね。だけども50万人ってね、簡単な話ではなくて、まあ、そもそもこの35万人自体、僕一人だったら間違いなくこんな早く来れてないです。だけどもこれを実現できているのはみんなのおかげでございます。だからこそ、ここからこの50万人っていうところまで一気にかとばしていきたいなと。だけどもやはり僕一人ではそんな早くはいけないということで、みんなにちょっとご協力いただきたいなと思っているところがございます。それというのが、僕のツイッターで普段動画を出した時に、今新しく動画出しましたって感じでツイートをするんですけども、それのリツイートをできる限りしてほしいなっていうふうに思います。毎回とは言わないです。だけどもできる限り毎回押してくださいもう毎回ね、できる、まあ本当できる限りで大丈夫なんだけど、この RT を押してくれるとやはりめちゃくちゃ助かるんですね。この拡散力っていうのがやはりもっとね、このモンスターズジョン TV を広げていくところになるわけで、まさにこういった流れがあったからこそモンスターズジョン TV ってここまで来れてるんですよね。コメントとかでも結構いただいてるんですけども、学校でジョンさん広めましたよとか、友達にジョンさん広めましたよとかっていう、これの積み重ねでここまで来てるわけなんで、ちょっとここからね、この50万人に向けて進んでいくにあたり、みんなでクリアしていく一つのなんか大きな目標みたいなね、そんな感じでやっていけたらなっていうふうに思っていて、この50万人を短期間で達成していくと。そして50万人のタイミングでめちゃくちゃえげつない感謝の宴をぶちかますっていうね、こんなのをちょっと考えているんで、ぜひともみんなにちょっとご協力いただきたいなっていうふうに思います。そもそも35万人までこのえげつないスピードで来たことこそが、みんなでこのモンスタージョン TV を作り上げているって証拠であるわけで、みんながいてこその今なんですよね。だからこそみんなと一緒にぶちかませば、この50万人っていうのも速攻できるんじゃないかと思いますんで、ぜひともみんなご協力いただけたらなと思います。ちなみにこの50万人の感謝の宴については僕いろいろ考えておりますけども、せっかくであれば僕一人で考えるのではなくて、みんなと一緒に考えたいなと思いますんで、なんかコメント欄でね、ジョンさんこんなのやってくださいよとか、こんなのやりましょうよみたいなのをね、ガンガン書いてくれたらなと思います。あとはいつも言っている流れでございますけども、グッドボタンでございます。これもぜひとも協力してほしいなと思っていて、これはね、もう見に来たら毎回毎回押してくれたらなと思います。というのも最近ね、結構みんな押してくれてるわけじゃないですか。その結果やっぱおすすめに出やすくなってるんですよね。それによってもっともっとモンスターズジョン TV を知ってもらうきっかけができているということで、めちゃくちゃ助かってます。想像以上に助かっております。なのでこのまあ50万人向けての、まあ、みんなでのね、でかい目標に対して、まあ一つね、このグッドボタンっていうのも、まあ、めちゃくちゃ強いところなので、ぜひともみんなこのグッドボタンを押してくれたらなと思います。あとは普段からみんなこれもやってくれてることでございますけども、友達に紹介してくれるっていうね、さっきも言ったようにコメント欄でね、学校の友達に紹介しましたよとかっていう、それめちゃくちゃありがたいんですよ。例えばでございますけども、一人がそういう風に一人に紹介してくれましたって言ったら、めちゃくちゃありがたいことだし、じゃあ10人がいて10人が10人に紹介してくれたらどうなるのかっていうね、とんでもない話なんですよ。だからこそその積み重ねで今ここまで来れてるわけでございますから、まあそういった形でね、ご協力いただけたらなと思います。結構なんかみんなにねご協力を求める形になりますけども、その分ね50万人のタイミングでめちゃくちゃえげつないのをねぶちかましていきたいんで、皆さん楽しみにしててください。改めて今後ね、僕がこの動画について動画出しましたよって言ってね、ツイートするツイートを RT してほしいなっていうところと、
グッドボタンのご協力、そしてまあ友達になんかご紹介してくれるみたいなね、そこら辺をちょっとお願いできたらなと思います。あと全然関係ないですけども、生放送ついに始めれそうです。これ超絶キンキンでね始めていきますんで、ここら辺も楽しみにしててください。日程とか見えた時点でツイッターの方でもねご報告していきたいなと思いますんで、皆さん楽しみにしててください。ということでね、少しみんなにご相談したい流れがあったので、冒頭ねいろいろとお話しさせていただきましたけども、50万人ね、このタイミングでね、今までにないぐらいめちゃくちゃヤバい回をやりたいなと、この感謝の時をねぶちかましたいなというふうに思っておりますんで、みんなと一緒にねこのめちゃくちゃでかい目標をねクリアしていけたらなと思います。ということで、今回のこのトータルバウンティー100億を超えてくるという流れでございます。まあ麦わらの一味ってね、やっぱ考えていくとすげえ奴らが集まってるんですよ。で、現に今ルフィ君はね15億になったわけでございますけども、ここから10億を超えてくるであろう人物考えていくと、まずはゾリ先輩でございますよね。10億超えそうだよね。和の国でね侍たちをまとめ上げるというふうに言ってるわけでございますから、そんなことをしたらね、やはり政府としてはこいつやべえぞっていうふうになってくるわけですし、やはり龍切り伝説でございます。ここも繋がってくるのではないかと思うんですよね。ということは龍をぶった切っていく、カイドウをぶった切っていく、でそこに政府もいたとすれば、うわ嘘やろカイドウを切ったぞみたいな流れになるよね。ってなれば自然とゾロ先輩のね懸賞金が上がるってのは見えてくる。あのカイドウをぶった切っているとなれば、自然とそこまで懸賞金が上がるっていうのも見えてきますよね。あと僕の中で次に10億を超えてくるであろう人物っていうのがチョッパー先生なんですよね。このチョッパー大先生が和の国でめちゃくちゃ輝くのではないかと思うんですよ。というのもやはり今カイドウさんってね、こうまあスマイルを使ってね強い部下を増やしていたわけでございますけども、スマイルがもう作れなくなってしまった、強い部下が作れなくなってしまった、さあどうしたもんかと言ったら、まあ既存のねスマイルで出来上がったやつらを強化していくっていう風に考えるはずなんですよ。で強化する手段がまさにランブルボールっていう風になったら、さすがにチョパーやんね、奪われてしまうみたいな、そんな流れが来るのではないかと思うんですよね。でもろもろの流れでチョッパー先生がカイドウさんとまあ当たるみたいな、そこでまあカイドウさんに対して有効打を決めるみたいなね、そんな場面があったら、それはそれで面白いなと。最終的に最強生物って言われるのがチョッパー先生っていう風になると、これめっちゃ面白くない？そしてやはりこの50ベリーとかね、100ベリーっていう流れはそろそろここでね変わってもいいんじゃないかと。やっぱチョッパー先生はねめちゃくちゃ頑張ってるんで、ここら辺でネタ界からの思いっきりオンヤーンついてこう上がっていくようなのを、まあ、見たいじゃないですか。だからこそ、じゃあどこまで上がるのって言ったら10億ぐらいはいけるのではないのか。和の国だからこそ、カイドウが相手だからこそ、そんなパターンっていうのがあり得るのではないかと思います。まあこうやってね見ていくと、他にも麦わらの一味ってとんでもないようなやつらっていっぱいいるんですよ。例えばフランキーでございます。フランキーに関しても10億を超えてくるっていう可能性も十分にあるんですよね。だって彼の持っている科学力でございますよね。これというのはベガパンクに匹敵するのではないのかって思えるぐらいのものを持っているんだよね。例えばキザルのレーザーでございます。こういったものも再現してしまうとか、あとは一番鍵となってくるのが対怪盗用の兵器でございます。これが一体何を作り出すのか、それによっては世界政府も黙っていれなくなるし、もっと言うのであればプルトンでございます。彼がプルトンを作れないのかって言ったら、俺は作れると思いますよ。設計図を燃やしておりますけども、十分に可能性はあるって考えると、次懸賞金が上がるタイミングで全てを考えた上で10億がついてくるっていうのは、まあ、十分にあり得る話なのではないかと思います。あとはロビンちゃんでございますよね。ロビンちゃんがなんで今の懸賞金なのかっていうのが僕にはいまいち理解できなくて、だってポーネグリフをね読めるってとんでもないじゃないですか。で特に今の流れっていうのはまさに最終局面なんですよ。ってなってくると、ポーネグリフを読める人がいるのであれば、それは海賊含め何としても味方にしたいっていう風に考えると思うんだよね。となれば今後はそんな話も出ておりますけども、ロビンちゃんをめぐった戦いっていうのが十分に起きるのではないのかと思えるんですよね。例えば海賊から狙われる、そして政府からも狙われる、こんなことが十分にあり得ると考えていくと、政府が思い切り10億ぐらい懸賞金をかけていくっていうのもあり得る話なんですよ。政府としては何としても空白の100年について、歴史について知られたくないわけでございますからね。まあこれは十分にあり得る話だと思います。そしてサンジ君だったりとか、ブルックにしてもウソップンにしても、みんながみんなでやはり10億を超えてくるって可能性は十分にあるんですよ。まあそれこそジンベイさんもそうですよね。ジンベイさんも入ってね、今まだ現れてないですけども、政府にとっては間違いなくみんなが厄介な人物でございます。だけども、じゃあみんながね、いつ10億クラスになるのか、全員が全員で10億になるタイミングっていつなのかって考えたら、ちょっとね和の国ではないなと思うんですよ。でその先でみんな10億になっていくと考えると、なんか一斉にそこら辺って跳ね上がるのかななんて考えるんですよね。和の国終わりではやはり回収できても
フランキーとチョッパー先生とゾリ先輩なのかなと思うんですよね。そうなってくると何か特殊な条件があって他のメンバーたちが一気に、まあ、総上げになるのではないのか。じゃあ特殊な条件とは何なのか。例えばここからの流れでどういう風になっていくかというと、ワノ国が終わったら次で多分ロックスが来るじゃないですか。ロックスが来て、でロックスからの世界政府の戦いっていうのが多分来ますよね。でそこからの黒ひげっていう風になるのが一番ストレートパターンってなっていくと、この世界政府との戦いどういった流れになるのか、世界 VS 現世界政府になってくると思うんですよ。要するに全ての国々が立ち上がって、まあルフィ君たちサイドについて戦うみたいなね。でなんでルフィ君たちにつくのって言ったら、やっぱビビちゃんなんですよ。ビビちゃんが麦わらの一味にいることでそういう風に協力してくれる。普通であれば麦わらの一味は海賊なんで、まあ国々が協力してくれるなんてありえないんだけども、正義と悪が変わった瞬間にそれは起きうるのではないかと思うんですよね。イコール世界政府が正義だと思われているものが悪に変わる瞬間、そして海賊の麦わらの一味、悪とされているものが正義と変わる瞬間が世界が麦わらの一味につく瞬間なのではないかと思うんですよね。だけどもそんなすんなりいかないのではないのか。これ一番あり得る話っていうのは、ルフィ君たち全員に高額な懸賞金を世界政府がかけていくってパターンなんだよね。だからこそのトータルバウンティー100億っていう風になってくるのではないのか。まあ、100億を超えてくるっていう形だよね。全員が全員で10億超えっていう、一番それっぽいのが一人当たり10億乗せてくるみたいな、そんなようなパターンがあるのではないかと思うんですよね。だからルフィ君がそのタイミングで懸賞金いくらまで上がってるのかっていうところにもなりますけども、まあ、カイドウさんをね、しばき回したとなれば15億から間違いなく上がる。でそこにさらに10億乗せるみたいな形になっていくと、まあ、結構えげつないななんて考えたりとか、さすがに一人頭はね、100億乗せてくるっていうのはちょっとどうなのかなと思うところではあるので、まあ、全員に10億乗せてくるって考えると、これは現実的だなと。だけども実際ねそんなことするのかと思うところもあるじゃないですか。でもこれ結構可能性あるなと思っていて、まあ、要するに全員に懸賞金を10億ずつバーでかけていくことによって、国民がよしそれを打ち取ろうで威嚇戦金しようっていう風に考えるわけじゃないですか。この考え方でございます。実は前にもね行われている話でございますよ。それというのがドレスローザでございます。ドレスローザでドフィー君がねそれをやってるわけじゃないですか。懸賞金を、ね、みんなにつけていくと、正確にあれ星でしたっけ、なんか星何個でね、なおいくら万円みたいな、そんな感じの流れだったよね。星1個で1億だったっけ、まあそんなような感じの流れだったと思うんだけども、それをやって国民にまあその一味をね狙わせるみたいな、そんなような形でドフィー君はやったわけなんだけども、ドフィー君といえば元天竜人だよね。ってことはその天竜人だったりとか、天竜人の最高権威五老星とかっていうのがそれをやらないのかって言ったらどうなんでしょうね。金に物を言わせてっていうのは十分にありえますよね。ドフィー君がやったように同じことをやるのではないのか、さらにえげつない規模感でやるのではないのかなんて考えるんですよね。そうなっていくと麦わらの一味全員が一斉に懸賞金がドンと上がって、トータルバウンティ100億超えっていう風になってくるのではないかと思うんですよね。めちゃくちゃ面白くないですか。だから一発目にあり得るのが全世界 VS 麦わらの一味みたいなね、そんなパターンも十分にあり得るのではないのか。だけどもそれをぶち壊してくれる鍵となるのがビビちゃんなのではないかと思うんですよね。そこからのもう全世界を味方にして現世界政府と戦っていくみたいな、そうなったらめちゃくちゃ面白いななんて思うんですよね。やはり鍵となってくるのがドフィー君でございます。元天竜人ならではのやり方、そして天竜人たちがこれをやらないのか、いやいやいや十分にあり得るのではないのかなんて思います。あくまでこれについては結構先の話になるので、まあ予想になってくるところでございますけども、まあこういう風に考えていくとめちゃくちゃ面白い展開にねなるんじゃないのかなって考えたりします。はい、ということで今回この辺で締めていきましょう。冒頭でねちょっとみんなにお願いすることが結構あったんでね、恐縮なところでございますけども、まあここからね50万人っていうのをもう秒殺でね達成して、そして感謝の宴っていうのをねみんなで作っていきたいなと思いますんで、皆さんぜひともご協力をよろしくお願いいたします。改めて今後僕がツイッターでツイートしていくね、今日この動画出しましたよっていうやつをぜひとも拡散してください。そしてグッドボタンぜひとも毎回おにゃーんついって感じでね押してくれたらなと思います。あと友達に紹介してくれるっていうところでもねぜひともご協力いただけたらなと思います。なんかめちゃくちゃ面白いウルージュがいるよみたいな感じでね言ってくれたらすごく嬉しいです。ということで今回この辺で締めていきましょう。最後になりますが、ぜひとも皆さんグッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンをお忘れなく。
でございます。そしてぜひとも私のツイッターフォローしてくれたら嬉しいです。その際にね、ジョンさんフォローしましたので一言 DM 送ってください。 DM 送ってくれたら僕 100% 気づきますんで、フォローはしますからね。ツイッターの方でもがっつり絡みましょう。それでは最後になりますが、じゃんけんタイム行きましょう。最初はグー、インガザラシということで B でした。また次回お会いしましょう。 See you next time!